はい、株式会社 K バックの北です。今回はですね、キャラメル箱ということについてお話しさせていただきます。まあ、キャラメル箱といえば、のり付けをする箱の中ではですね、一番オーソドックスな、ポピュラーな箱というふうなことになってきます。中身が比較的軽量な、そういった商品の箱と形式として使われることが多い、そういった箱となっております。で、キャラメル箱っていうのはどういったものかっていうことなんですけど、キャラメル箱とはですね、蓋と底、もしくは左右ですね、そういった両側がですね、差し込み式の箱になっている形式のことで、名前の由来はですね、某お菓子メーカーさんのお菓子、キャラメルですよね、が入っている箱に採用された、そこからですね、キャラメル箱っていう風に言われるようになったと、そういう風に聞き及んでおります。実際のところを確かめたわけではないので、実際のところどうなのかっていうことはわからないんですけども、おそらくですね、キャラメル箱っていう名前の由来っていうのはそういったところにあるんじゃないかなというふうに思います。で、形状としてはですね、この画像を見ていただいたらわかるかと思うんですけど、立体的には上の方ですね。で、展開図としては下の方、こういった形の形状のものになります。で、キャラメルタイプの箱のことを、業界ではですね、サック箱って呼んだりしているんですけれども、その形式にはですね、大きく分けて2種類あります。1つは純サック形式といいまして、差し込みのフラップですね、これが同じ側面の部分から出ている形状のもののことを言います。先ほどですね、見ていただいた画像あったんですけど、そちらの画像のタイプはですね、まさしくこの純サック形式と言われるもので、同じフラップのところから、同じ側面のところからですね、差し込みフラップが両側に出ていると、こういった形のものですね。で、もう一つの形式というのが逆サック形式と言いまして、読んで字のごとしですね、純サック形式と呼ばれるものとは、逆に、全く対面にある側面側から、差し込みフラップが別々に出ていると、そういったタイプの形式のものになります。一般的にですね、化粧品の箱なんかはこの逆サック形式のタイプが多いように見受けられますね。そういった感じの形式になっております。冒頭でも申し上げましたけれども、のり貼りをする箱のタイプの中ではですね、一番オーソドックスで、安価で、比較的簡単に仕上げれる、そういった箱になっております。当然、貼り台っていうものも一番安く上がりますので、使いやすい箱ではないかなというふうに思います。